皆さんお疲れ様です。今ね突然雨降ってきたんだけど台風来てるみたいなんでね、今日はねソムタカーンの方に、来てます。マーマのお友達の家でお食事会を開いてくれるということなので今来ました。バンコクから1時50分ぐらいですか。ほらすごい今ねこの1階でお庭で今日はムンガタといろんなタイ料理を食べようかと思ってます。今料理を、来てくれてます。まあまあチムさん家です。家も広いよ。みんな広い。チムさん、ティムさん、はい、お邪魔します。わあ、すごい。ティムさん、どうも。ハディカ。わあ、ここはね2階建てでね新築ですね。すごい綺麗なねところでね。で1階はね。部屋があってお手洗いで2階なんですけれども、まずキッチンから行こうかな。わあ綺麗。ほらキッチン、洗濯機あり、キッチンがこうあります。おーいいね。冷蔵庫も綺麗、まだ新築なんでね。冷蔵庫も綺麗です。お部屋まずね、お部屋あります。大きいベッドがあるでね、2階あるんですけれども、2階はねご夫婦さんの寝室なのでちょっと取るのはね僕も行っていいって言われたんですけど、行っちゃおう。こう階段登ります。わあすごいね。マーマとね学校の同級生。わあ2階のねトイレもある。トイレとお風呂ある。3部屋あります。おー、まだ使ってない部屋。お子さんが生まれたのね。おー、ここも綺麗。3部屋。8畳、9畳ぐらいあるね、これね。おー、広いね。広い。中にもトイレがある。中にもトイレあります。広い、ね。ここはね、12畳ぐらいあるかな。エアコンもついてるし、全部の部屋エアコンついてますね。でこの部屋だけは中にトイレもある。お風呂とトイレも入ってます。いいね。ここね今度また泊まり来れるところなのでね。わあ最高じゃん。みんな新築綺麗。床もこれ見て、床もみんなこれ超綺麗だから半端じゃないよ。あ、いいね。こういう家欲しいかな、俺も。見た。3つ部屋ルーム。1個4つある。4DK。4DK。だけど、ここも LDK で、ね、庭も付き。いいね。で、ここね、集合住宅なんで、入るところ警備員がいて、車で入っていくとき、カードもらって行くんですけど、ちゃんと入り口は全部ガードマンも24時間います。すごくいい場所かな。で中もね商店とかもあって、この敷地がずっと囲いされてるんですけれども広いですね。でみんな同じ建物なんですけれども、集合住宅っていうやつ、これ全部でも空き部屋はほぼないかな。うん、
すごいいい、いい部屋です。こんな感じです。では、ごめんね、みんな。連日前夜の二日酔い。昨日もね、カオさんまで行っちゃったよ、もう朝まで。朝までハッピー、パーティーピーポー？パーティーピーポー。今日もやっちゃうから、パーティーピーポー。アル中になっちゃうぞ俺も。じゃあね、お疲れ様です。飲むぞ、後でライブ。